人になりたいんだけど。ジャン君おはよう。今8時24分、これからちょっといつもの病院にパパは行ってこう来ますよ。薬をもらうだけなんですが、順番間違うので一旦、何時に行けばいいかを確認してまた戻ってきます。その時に朝ごはんでも買ってこようかな。行ってきます。外に出るのがね、なかなかないので、このタイミングで少し散歩でもしてくるか。そんなことも考えている今日この頃でございます。ジャン君行ってくるね。昼寝から目が覚めたジャン君です。おはよう、ジャン君。ジャン君、そして起きたよね。これ起きたよ。はいはいはい、ここに。あ、ごめん。いいね、ジャン君。ジャン君、起きたらすぐブラッシングしてもらえるなんて、お殿様みたいに。はい。いいね、ジャン君。ジャン君、背中今日触ったらすっごいサラサラだった。ねえ、ジャン君。はい。この世の中にこんなサラサラな猫いるんだろうか。いると思う。それはいると思うけど。きっとね、お風呂入ったりとかいっぱいしてる子もいるからね。でもさ、これが毛があんまり取れなくなってきたね。いこれをやってみよう。そーっとね、そーっと。でも新しいのもあるんだよ。これもう、あ、気づかれちゃった。気づかれちゃった。ちょっと違う、なんか違う。そーっと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 。よいしょ。新しいのも嫌いですか。出した方がいいかな。じゃあそろそろ新しいのにしてみようか。でももうやっぱ違う。それで最後なんだよ、ジャン君。こっちに慣れてもらわないとですね。まあでも新しいのを下ろしたら半年は使えるかな。半年で終わっちゃうの？もうちょっと早く長くね、ジャン君。はい、ねえ、ジャン君。さあ逃げる。やっぱ違うのか。ちょっと違うんだね。このさ、針ちゃんの形は？なんだっけ？このてっぺんがとんがってないんですよ。まあね、丸く削れちゃってね、全部この先っちょはジャン君の背中に擦り込まれてしまった。擦り込まれたの、ジャン君。はい、ジャン君、これだったらいいですか。あれで、ジャン君、新しいの取りに行ってくるから、ちょっとそっちにもうちょっと置いて。はい、よくでも戻したよね。あら、テレビの中入ってるんですか、ジャン君。はい、猫の気持ち、グルーミングハンドブラシ、こんな名前だったんだね。あ、出た。色全然違うでしょ。白っぽくなっちゃうんだ。あ、ぽいちゃんだ。ぽいちゃん、新しいの出したの。袋を抜いて。はい。はい。はい、見えるでしょうか。この新品は、このとんがりがね、ツンツンしてるのね。そして、先にポンちゃんでした。へい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 。今回は取り組みの小さい方だよね。うん。
生産も検品も日本だよ。偉いね。ほら取れた。三月号。いつの三月号やね。2010年だって。もう10年前か。11年前。11年の前だよ。そうだよね。だって、ジャン君がいる前に買ってたんだもん、私。猫キモ君。うん。ジャン君いいの？ご飯行っちゃった。はい。でもこれもね、洗うとね、またね、少し復活するのよね。ね、粘りが出るかな。トゲトゲはなくなるけど、サラサラじゃなくなるの。うわ、取れた。ボンちゃんはいっぱい取れんのよ。すっごい毎日じゃないから。ボンちゃんも毎日やったらさ、いいね。ボンちゃんも毎日やってもらい。ボンちゃんかわいで。ちょっと待って、ボンちゃん取ってか。ボンちゃんの毛がいっぱいついとるけん。じゃあまずこれでやっとこうか。はい。はい。どうぞ。ジャン君。はい。じゃあこれ。はい。そっちちょうだい。はい、じゃあ新品。新品でやりましょう。逃げた。まあいいのね、じゃあね。今度はね。はい。はい。ポンちゃん。はい。どうぞ。入っていて。あ、おかえり。ポンちゃん。えらいね。えらいね。開けなくても一人で帰ってきたね。えらいね。いい子だね。アップにすると画面真っ黒です。いい子だね、ぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんぽん。ぽんちゃん。青顔を言うぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん、ぽんちゃん。いいね、ぽんちゃん。えらいね。一人になりたいんだけど、なると寂しいのね。あと目が覚めたりするとね。なんでやねん。あれ、私一人って思うの。でも自分で言ったんだよ、ポンちゃん。ポンちゃん、夏の間は入らなかったのに。なんかいっぱいおもちゃ入ってるから、嬉しいね、ポンちゃん。入らなかったので、ちょっとおもちゃ多めに入れてあげました。おもちゃ入れになってたからね。うん、でも一応ポンちゃんが入るところは開けといたのね。でも夏の間はやっぱ入らなくて、でもさ、ちょっとずつ涼しくなってきたからと思って、この敷物をふかふかに変えたりしたら、ポンちゃんの狙い通りだね。力だと多分言えませんがね。ぽんちゃん。はい。